こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、ナミさんいつも動画の方送っていただきますしありがとうございました。今回はスマホでインスタグラム A8 ネット組み合わせてアフィリエイトができるかどうかってことですよね。まあ結論から言うとアフィリエイトできるわけなんで、ナミさん動画作ってくださったんですけども、そうですね、ここから私がね話題を広げていくとすると、スマホのアフィリエイトで一体いくらまでだったら稼げるんですかってことですよね。まあこれも結論から言うと、まあいくらでも無限に稼げるわけなんですけども、ただ操作性とか効率のことがありますよね。で昔ねこのスマートフォンにくっつける形でキーボードがあったんですよ。私も買ったんですけども、こう携帯用のキーボードでパカッと広げてね、こうやって本当に打てるわけなんですけども、そうするとこちらの方の文字盤にバーッとね、Bluetooth で連動した文字が入力できてすごく便利だったんですけども、そうなんですよ、このねスマートフォンでこうタップしていわゆるアルファベット入力するって、いや割とね私のような太い指ではねなかなか打てなかったりするんで、キーボードを買ったわけなんですけども、かといってキーボードをね使い続けてスマホをこうやって立ててねパソコンみたいに使うかって言ったらやっぱり使わないんですよね。でタブレットが出てくるわけなんですけども、タブレットもいまいちねこう動作がもっさりするんですよね。だから入力スピード、私のタイピングスピードにこちらの反応がレスポンスがついてこないっていう問題がやっぱりあるんで、自分の作業レベルに応じてデバイスの反応速度がやっぱり追いついてないってところがあります。やっぱり Bluetooth だと。そうなるとやっぱりパソコンでキーボードで打つってことに私は戻っちゃったんで、処理能力とか処理速度の観点から処理量、情報量、それからまあ単純に言ったらアフィリエイトの売り上げですね。アフィリエイトの売り上げを、まあ、月に100万とか200万とか300万っていうふうに構築するときにはやっぱりキーボードでパソコンで打つってことに私はなっていったんですよ。というところなんで、副業で少しね稼ぐぐらいだったら多分ねスマートフォンの方がすごく効率的で、もうちょっと多めに稼ごうかなとかね、アフィリエイトサイトを構築しようかなと思ったら、まあタブレットでできないことはないかなと思いますけども、サイトの量産とか売り上げをもうね100、200、300というふうな月収を狙っていくんだったらやっぱりパソコンの方がいいかなと思っちゃいますね。まあでもいろいろと申し上げましたけども、このスマートフォンで今ほとんどのことができますんでね、まずスマートフォンで数タップでやっぱアフィリエイトの設定とかできると思いますので、そういうところから取り組んでいただきたいですよね。今回ナミさんの動画を送っていただきましてありがとうございました。私もねいろいろとね、そういえばアフィリエイトスマートフォンでもやったしなとかね、あパソコンでやったらこうだったなっていうふうに振り返ることができました。やっぱりいいですねこういった動画のやりとりね。また送ってください。よろしくお願いします。